住友電工の遠藤日向です。今大会は、パリに向けてポイントを獲得するということを一番考えていたので、その目標を達成することができて、すごく良かったと思っています。で、パリは見据えているんですけど、今大会ポイントを獲得したことで、ブダペストへの出場が可能性が高くなったので、まだ確定はしてないんですけど、それに向けてしっかり準備していければなと思っています。今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。